ではなかなか手に入る。それより網やつを早く捕まえなきゃ。また網口くんの家に行く気だったの？あいつんちのテレビゲームが俺を待ってるからな。だけど困ったぞ。あいつ約束しないと家にいないもんな。網口くんは不良っぽいところがあるけど、運動も勉強も得意で、その上彼の家は金持ちで、自室には最新のゲーム機が全部揃ってる。網口くん、いつも何か買って帰るから、まだ学校にいると思うよ。学食か。そういえば休憩時間にも学食で見たな。学食行ってみるぞ。早く準備しろ。黒部くん、あの黒部くん。何、沢渡さん。教卓の上のプリント、保健室の森村先生に持って行って。僕が。黒部くん、今週の終盤です。そうだっけ。プリントは教卓。プリントってこれ？そうです。お願いします。僕行けないよ。このプリントを先生のところへ持っていかないと。なんだよ、しょうがねえな。何はともあれ網口だ。俺は先に学食へ行く。カバン持ってけ。後で学食来いよ。失礼します。先生いないのか。プリントどうしよう。この辺に置いとけばわかるかな。先生の机の上に僕の写真？何の書類だろう。ちょっと見るだけなら。泉十郎。写真は僕だ。名字間違えてる。僕は比べなのに。症状、投薬により精神が安定、従順な性格、おおむね順調。投薬あら、黒部くん。
先生、プリント忘れたでしょ。まあ、届けてくれたの？終盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう、助かったわ。芝君が待ってる。学食へ行かなきゃ。そうだ、クラベ君、体の調子はどう？調子って？つまりそのドキドキしたりめまいがしたり頭痛があるとか。夜は眠れてる？なぜそんなことを聞くんですか？近頃悪い風邪が流行ってるから。こんな季節にですか？珍しいですね。念のために薬を出しておくわ。いえ、結構です。そう、僕はこれで。まだ何か用かしら？やっぱり奥。いえ。網口君は不良っぽいところがあるけど、運動も勉強も得意で女子にも人気がある。その上彼の家は金持ちで、実質には最新のゲーム機が全部揃ってる。先生、網口くんを見かけなかった？一年の網口くん？さっき校内見回りしたけど見てないわね。そうですか。網口くんと仲がいいみたい。はい、今日も一緒に遊ぼうと思って。ちょっと意外ね。共通の趣味でもあるのかしら？網口くんは不良っぽいところ、運動も勉強も、その上彼の実質には。映画見たりとかテレビゲームで遊んだりします。そういえば少し目が赤いわね。あ、テレビ画面の見過ぎかな。規則正しい生活ができていないようね。週末は家庭訪問をすべきかしら。え、大丈夫です。生活を改めますから。わかったわ。あの映画はマイナーで、今では痛いた。芝君、どうしたの？網口、学食にいなかったんでこっちに来たんだよ。今日はもうしょうがねえからビデオ屋にでも寄って帰るよ。行こうぜ。どうしたの？網口捕まんねえし、ビデオ屋も無駄足だし、つまんねえな。例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つけたじゃない。昔の怪獣映画だろ？ダイモス対メカダイモス、74年の名作だよ。
ロボットとか怪獣好きだよな、十郎。チラシで見たんだけど、今月は映画館でさ、初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。1954年公開の特撮怪獣映画、後にシリーズとなる第一作目の作品だ。機械は反応しない。三浦君？起動の知り合いか、手順は間違ってない。なぜ動かない？三浦君。十郎君、どうしたの？大丈夫？すごく顔色が悪いよ。気分でも悪いの？平気だ。おでこのそれ光ってなかった？すまない、触らない方がいい。なんだこれ、僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの？いけない。13番騎兵転送。君も騎兵の？映画のロボット。バカ、何やってんだ。戻せ、送り返すんだ。あれ、僕のせいなの？沖野のコードか。強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれはまずいな。君は？仕方ない、とりあえず少し忘れてもらおうか。芝君。よし。